くぐりもん、観光案内所とコーヒー店が入居している。地理院地図 Google ググマップ西条酒倉通りは、広島県東広島市西条地区にある通りの、通称、東広島市道西条本通線を構成する。安土桃山時代から、江戸時代初期に、近世山陽道として整備された道であり、宿場四日市塾の目抜き通りであった。 JR 西条駅の南の商業集積地群の中を通り、地元住民の生活道路の一つ。明治時代から盛んになった西条種の生産拠点を東西に貫く通りで、2017年に西条の酒造施設群の名で、日本一コモスの日本の20世紀遺産に選定された文化遺産群を構成する。 いつ頃から呼ばれ出したかは不明で、公式的な記載での最古としては1997年、東広島市観光協会、酒蔵通り活性化事業になる。2002年東広島市、教育文化振興事業団資料には、四日市の西国街道は、現在も最上本通りと呼ばれと記載され、酒蔵通りの名がないため、定着したのは2000年代以降のことになる。本校では、 道路だけではなく、周辺環境についても述べる。また近代までは、西条名が一般的であったため、本校では特に区別せず、表記する。2009年、赤が日本の20世紀遺産を構成する資産がある、コアゾーン、木がその干渉地帯である、バファーゾーン。日本の20世紀遺産、西条の酒造施設群の構成資産は、西条酒蔵通りと、 鴨の泉酒造、鴨鶴酒造、カメトシ酒造、西条鶴醸造、西洋鶴酒造、酒造白ボタン酒造、福美人酒造の7社の酒造施設、家屋、庭園など72件の文化財からなる。国の登録記念物国の登録有形文化財、国土交通省の資料にはこの沿道での交通量調査結果は公開されていない。避難所、 ハザードマップを参照東広島市が公開する。ハザードマップでは、1999年6.29号を追う災害や2005年平成17年台風第14号で、実際に浸水した区域として反応川及び、古川流域で通りより南側を図示している。その他の災害は想定されていない。東広島市歴史及び、 山陽道も山椒、この地の特徴的な地層として、最上層と言われるものがある。地質時代は、新生代第四期で歴、砂、シルトが、いわゆるミルフィーユ状に重なった層が、約50メートルの厚さで存在し、その上の中石平野の上に、最上の町が形成されている。以前の説では、最上層は湖西、湖星、最上盆地は、太古の昔は、 湖で最上層は湖性堆積物であると言われていた。現在では地質学研究の結果、湖性説は否定され、河川性説、蛇行河川の堆積物であったことが有力となっている。つまり、太古の昔この地には河川が流れていたことになる。五立神社。由緒によると、慶雲三年鎮座。もともとは、 西条駅の地にあり駅開業に伴い北側に移転した。西条の蔵元が酒樽を奉納している。現在の西条駅南側にあった四日市遺跡で行われた発掘調査で、弥生時代の弥生時、石器、古墳時代、古代の巣駅や古河原が発見されていることなど、古くからこの地で人が生活を営んでいたことが分かっている。四日市遺跡を移行。 生活地面で見るとしたから、弥生期、古代と中世、江戸中期、江戸後期、幕末から明治期、現代の層からなり、このうち江戸前期が見られないのは、西国街道から少し外れている位置であるためと考えられている。つまり、弥生時代から現代にかけてこの時代区分ごとに生活環境が変わっていったことになる。この地に古代山陽道が存在したが、そのルートは、 確証が得られていない。現在有力な説では、上等とも言われる、最上盆地の北側の山沿いをまっすぐ伸びるルートで、現在の最上町時期付近に、駅か、木目駅があったと考えられている。現在の最上中心部からその東側にあった馬や、四角駅へのルートは、古くは、高屋町号あるいは高屋町東高屋、西高屋つまり、北東側へ進む説が一般的であったが、 近年では、最上町、上美名がつまり、南東側へ進む説がある。奈良時代この地には、秋国府があったとされ上理性が敷かれていた頃、藩尾川を境に、東上号、最上号と呼ばれた。そこから合併して、東西城となり、いつしか東が抜かれて西条と呼ぶようになったという、秋国分寺。天平13年建立。 古代山陽道はこの前を通ると言われている。上から、古代、中世山陽道、近世山陽道、旧国道2号、原国道486号。古代山陽道の東方向は省略。南命の山京前寺。由緒によると、室町時代回帰。もともとは、現在の駅北口の地にあったが、駅開業に伴い現在地に移転した。大安四年。 今川良春が九州短大として下校した蔡の気候文、道行きぶりには、高屋に泊まり大仙峠を通ったことは書かれているが、この地のことは書かれていない。ただ良春はこの地にあった中世山陽道を通って西へ向かったと推定されている。同じ頃になる室町時代初期、定期的に市場が開かれていたことから、四日市の地名がついたと言われており、 陸上交通の発達に伴い、最上盆地の中心地として栄えていった。江戸後期に書かれた芸藩通詞によると、天正年間に四日市は市駅となったという。この中世末期の古文書に、最地洋四日市の記載がある。信頼がおける文献での四日市の書室は、天正3年、島津家久が伊勢神宮参りの際に自身で付けた日記。 イエシサ君上行日記であり、それにはイエシサがこの地を通過したことが書かれている。また、九州五道崎によると、天正十五年三月十五日九州平定に向かう豊臣秀吉が四日市に宿泊している。原判通史によると秀吉は丹杉寺に宿泊したと伝えられており、丹下とは、前宗の安夜像が用いた宿泊施設を意味し当時交通の要所に建てられて、 いたとされ、現在の最上駅の北側小建公園野球場の南西の墓地内の観音堂がその後と言われている。四日市三津地,地区玄倉福山どん三玄倉田市、広島赤は西国街道の宿場町。これらの歴史資料と発掘による調査から、戦国時代までの中世山陽道は、現在の最上駅の北側にあったと考えられている。 文六年間この地を支配した毛利氏によって、木大と呼ばれた市を管理する役人が置かれていた。以上のことから、四日市という町は遅くとも1500年代後半には成立していたことになる。現在の酒蔵通りの下には、以前に建物があった跡が残っており、近世の町割りの前に中世三葉堂が主要道だった時代の町割りがあった。この中世三葉道は、 江戸時代初期に、西国街道が整備されたことにより、主要道としての役割を終え、部分的に埋められたりやゼ道となった。西国街道も山照最上周辺の近世、西洋道つまり、西国街道は、安土桃山時代から、江戸初期に整備された。野坂神山、鶴亭日記によると、毛利輝元時代の慶長を4年に、四日市の町割りが行われたとされている。 慶長五年関ヶ原の戦いの後、広島藩に入宝した福島正則も、藩内の交通網を積極的に整備している。生息海域後の源名五年入宝した浅野市、初代藩主、浅野長明、官営九年から、浅野市二代藩主、浅野光明によって、官営年間に、西国街道が完成した。ご茶屋跡。近代には、鴨ぐ役場が置かれ、 取り壊されたが、後に土地を譲り受けた、貨物る酒造が、門の実を再建した。最上調した三宮石池住宅。完成7年建築。もともとは、四日地塾の生誕、現在の最上を課長採用する酒造の西隣に、あった。石池は、江戸期に酒造業を、幕末に、旗後、明治4年頃から役店を営んでいた。 当時四日市次郎丸村と呼ばれた四日市塾は、鴨茂群の中心となり、群養女が置かれ幕府公認の宿液として、広島藩含めて、西国諸藩の参近公大寺の本陣や、脇本陣が置かれた。当時の宿場の様子は、芸藩通史や長州藩絵図方が作成した、皇帝期、慶応元年に書かれた、宿液四日市町並み絵図に描かれており、宿場の範囲は、西が、藩、 小川、東が、古川までで延長約870メートル、街道に沿って細長く発達した。常時天間は15匹。宿場中央付近、現在の最上駅南口交差点の位置に、マス型があった。そこは、幕府や藩の通達文を張り出す、生殺場として用いられた。そこから南に、牢屋があった。江戸期にあった建物。 江戸初期においてこの付近の人の移動は海運が中心であり、初藩の参勤交代も船で行っていたため通行は少なかったが、1700年代初頭から増えていき1700年代半ばになるとこの地域の主幹道路としての地位を確立した。参勤交代で陸路を使う藩が多くなり、自社モでなど旅行を楽しむ文化が根付いた江戸後期には、宿場は賑やかに栄えたという。 原版通詞によると、四日市二郎丸村は、土壌が名物であった。発掘調査から当時瀬戸内海沿岸部から珍しい、海産物が入ってきていたことが分かっており、西国街道から、あるいは1700年代後半に整備された水戸を、結ぶ三戸昭和館から、物資が流入していたと考えられている。白ボタン酒造のべ宝蔵南端棟。遠方三年創業時からある酒蔵。 広島県内において最古の酒蔵になる。かつてこの南側には兜ブ作りの遠方旧増があった。この地の酒造の歴史は四日市塾の歴史と重なると言われている。最上酒造協会は1650年頃から始まったとしている。かとや島六郎兵晴政の創業年度から遠方年間とも言われている。この江戸初期に四日市で かとやを含めて三件あったという。大田南保の気候文、小春気候の中に、長崎部業所から江戸に帰る途中に、四日市塾の島家に泊まり、帰った市で採れた牡蠣を魚に島屋の酒を飲んだことが書かれている。ただし江戸期での四日市は酒どころとしては、ローカルな存在に過ぎず、宿場内で消費されていたのみであった。これは当時江戸幕府が、 酒造統制を行い酒株を持つ者の,のみ生産、流通を認め、広島藩は国境を越えた米及び酒の輸出入を取り締まったためで、蔵元は限られ流通もままならなかった。そのため当時の酒造業は、大量の米が流通市販の保護下で行われていた、広島や福山といった、城下町や、年貢米の積み出し屋西ぐる海運によって、多販米を積んだ海鮮が入港するなど、 商品経済が発達した瀬戸内海沿岸の港町が中心であった。また四日市は宿場として栄えたとする反面、江戸後期になると停滞していたとも見られている。これは、西巡る海運において、沖ノりという瀬戸内海の島々を伝って、近道をする航路が開発され、主流となったため物流がより南へ移ったことで、航路から外れたともに、 広島半領の三原や小道が衰退しそこから広島への中継拠点であった四日市も衰退していったと考えられている。宿駅四日市町並江津には家屋165戸が描かれており、幕末時点で人口約700人未満とみられている。江戸末期に出された酒名帳によると、酒造家はかと屋を含めて3軒があったという。現存する蔵元の中には、 江戸期に別業種として創業していた者も,もいる。同じ頃、二度にわたる長州政党において四日市は、幕府陸軍側の本陣が置かれた。これによって四日市は、公共した。カメレー蔵。手前側が、酒倉通り。西条鶴。右の店舗兼も屋が、明治時代の建築。鴨の泉。右の店舗兼も屋が、明治時代の建築。双方とも手前側が、 酒蔵通り、母屋の隣に蔵がある例鴨鶴二号像東西棟。煙突と共に明治後期の建築。福美人、大正期以降の建築。酒蔵通りの北側、線路に近い敷地に蔵がある例旧県立醸造市場現在は鴨の泉酒泉建て。1929年建築。酒造技術の研究が行われていたところで、 酒島を形成するにあたり重要な役割を果たした。近代に入り、西国街道はそのまま国道として引き継いだ。内務省国時代6号、国道表にて指定された国道4号、東京より長崎港に達する路線に駅名として、四日市の名がある。これが、後の国道2号となる。なお四日市から西条の名に変わったのは、 調整志向した1890年のことである。この時期最上において、酒造業が異常とも言える成長をし、沿道は大きく様変わりする。その主な流れは、以下の通り、最上氏も、参照幕府権力が弱まった幕末から酒株制が、廃止となった、明治維新後に酒造を始める。特にこの地では財を持ちわせた地主が始めたとされ、加藤や島市の向かいの小島や木村氏が、 その隣の吉田や石井氏が、と、隣がやるならうちもやろうと酒造りを始めていったという。1894年山陽鉄道最上駅が開業したことによりそれまでの戦運に変わり、鉄道による大量かつ遠方運搬が可能になった。水戸の酒造家、三浦仙三郎による広島の水に合う醸造法、佐竹製作所の佐竹り一による精米の機械化、 この二つの発明により安定して名酒を作れるようになったためさらに酒造を始めるものが出てくる。1907年から始まった日本醸造協会主催の全国製酒品評会。1911年から始まった種類総合研究所主催全国新酒館評会で高成績を収めることでブランドとして確立し需要拡大。旧来の家業の延長であった酒造を 株式会社化するなど経営、施設の近代化。最上駅誘致の中心人物は、貨物の木村和平である。鉄道敷設が計画された時、四日市塾時代から宿泊業を制御とした商家は、鉄道によって人が町によらず通過するだけになって、宿泊客が減少するとして反対しており、これを和平が説得して回った。 また駅をできるだけ中心部に近い位置に置くため、自ら所有していた土地を提供し、日本社を移転させた。これが、現在の五立神社になる。実際、駅が開業すると通り添いの旅館や、料理屋の廃業が続出した。明治後半から大正にかけて通り添いの商家から、酒造を始めた蔵元は、二つの発明によるものに、加えて、米、水、 気候が揃う最上を酒の名産地にしようと町の有志に酒造を進めた木村和平、木村静彦親子の影響で始めたという。需要拡大に伴い、通り沿いから外側へと生産拠点が拡大した。いくつかの蔵元では、通りの北側である線路沿いに拠点を置き引っ込め線を用いて、蔵から直接貨車に運び入れる手法を取った。 西条の蔵元のほとんどが通り沿いに創業像、一号像があるのに対し、こうした近代化の中で創業した福美人は通りよりも線路側に一号像がある。兵庫県の灘、京都府の伏見と共に西条が日本三大名城地と言われるようになるのはこれら近代のことになる。西条を訪れた川島壁後島が1932年サンデー毎日紙面上で、 酒の神徒と紹介したことから、酒と称するようになる。三浦千三郎の醸造法と、昭和初期に佐竹製作所が開発した縦型製米機は、今日の銀城酒造りの元となった技術であり、それらをもって西城及び秋津で銀城造りを育ててきたことから、現在東広島市は銀城酒のふるさとと称している。1947年米軍撮影。 下方向に伸び縁道に家屋が並ぶ道は、水戸街道、現在の朝日町通り。江戸期に整備された瀬戸内海沿岸部の水戸を結ぶ道であり、北端がご茶屋、この時期は、鴨組役場になる。明治初期の鉄道が開通するまで、西条市はこの道から水戸に運ばれて、船で県外へ運搬していた。近代に入り、水戸当時がこの道を通って、西条へ酒造りに来ていた。 この時期まで酒蔵通りの重心は駅より東側にあり、右上写真の酒蔵、洋館はこの東側一帯にある。通りの重心が駅前になるのは中央通りやプールバールができた現代のことになる。一方、大正末期から発達した自動車によって国内の交通整備は新たな局面に移り、 戦後新たな国道2号が整備され1952年、この通りは国道2号から格下げとなった。現代に入り周辺環境は大きく変化したが、その要因はいくつか挙げられる。1981年、通り沿いの建物はそのままであるが、商店街は衰退していく最中にある。駅前から下方向へ伸びる道は、中央通りで突き当たり左が、最上プラザ。 プールバールが整備の途中にある。左の大きな建物が佐竹本社。右端に造成されているのは吉行工業団地で現在は白ボタン工場やダイソー産業本社、パールライス工場や田中食品工場などがある。2013年東広島市庁舎から北川西場駅方向を望む。右側にレンガ煙突が見える。 1950年代まではこの通りの商店街は活況を呈していた。ただこうした経緯から1960年代から1970年代にかけて沿道の古い商店が廃業していったことで商店街の衰退が始まり、さらに1980年代市内にロードサイド店舗の出店が相次ぎ郊外化が進んだことで通り周辺はドーナツ化現象が進行した。 これに市によって1995年から駅前再開発が始まり2003年ブールバールによって通りは東西に完全に二分された。その中でこの通り沿道にあった古い町屋がマンションや駐車場化するなど宿場時代からの歴史的な町並みは大半が失われ地区の空洞化が進んでいった。2008年竜王山から南方向を撮影。写真手前左に 酒造メーカーの煙突が見える。中央家が東横院でその左側が最上駅前へ。郊外家が進行しているのがわかる。三洋鶴の黒松の井戸最上駅南口。中央右下の生戸壁風の上には宿場時代の酒造りを表現したレリーフが飾られている。酒祭りの夜、酒蔵横丁菱鍋のふとイルミネーションこうした状況下で商工会。 商店街としては、街の顔というべき、駅前の活性化、それに加えて、酒造協会、酒造メーカーとしては、日本酒の人気回復策として、酒とを観光資源として活用していくことになる。2013年から始まった、観光庁、酒蔵ツーリズム外国人向けの日本酒をテーマとした、観光展開では、初期から、モデルケースの一つとして紹介されている。こうした中で、 地元住民による景観保全への意識が高まっていき、重要伝統的建造物群保存地区選定へ向けて、動きその前哨戦として、日本遺産への認定を目指していた。まず前段階として2016年2017年に、酒造関連施設が国の登録有形文化財に登録された。そこへ2017年12月、西条の酒造施設群として、 日本の20世紀遺産に選定された。当地は観光庁酒蔵ツーリズムのモデルケースの一つである。その PR ポイントは以下の通り。手前の西条鶴、白ボタン、亀戸市の煙突の付近が酒蔵通り。貨物鶴の煙突の向こう側が線路になる。左が貨物鶴研究室棟、右がカムレ1号像。カムレ正面。 左の洋館の手前に万年神井戸が公開されている。酒蔵通りの南側、西条朝日町と西条本町の境。酒蔵通り沿い西側、西条西本町。西条の酒造メーカーは、西条駅前の酒蔵通りに集中するという、全国的に見ても得意な状況にある。これは各、蔵元が酒造を始めた当時は、 良い仕込み水がこの付近の井戸からしか得られなかったことと、蒸気の通りもともと西国街道沿いでだ業種を営んでいた商家だった者たちが先に酒造を始めた、蔵元の呼びかけで酒造を始めたためである。通り沿いの建物は、国内の旧宿場町に見られる間口が狭く奥行きの、長い、うなぎの寝床に配置されている。1974年にこの地区を調査した、明治大学。 熊代雄一郎研究室は当時の様子をこう記しており、現在でも見ることができる。赤瓦と生戸壁それに開放像と呼ばれる窓の多い、酒造群は細い孔子戸と軒木線の連なる街並みとともに最上固有の景観を形作って、明大人大研究室1974赤瓦は県内でも特に最上盆地に見られる。これは、 古くからこの地で油石が採れたこと、冬は雪が降るほどの気候であるため寒さに強い、石州瓦が採用されたこと、この二つから釉薬瓦が生まれて、明治末期から昭和初期の茅葺から瓦葺に変わる時期に普及した。西条の蔵元が石州から瓦職人をこの地に呼び寄せて作らせたと言われている。酒蔵は一般に開放像と呼ばれるもので、二階建ての 構想に温度調節のため格子度の高窓が特に北側に多く設けられ、湿度調整にもなる厚い土壁に、生コ壁など漆喰で処理されていることなど、盗難火災防止に加え外気温の影響をなるべく受けないよう酒にとって良い環境となるよう様々な工夫が取られている。江戸期の酒蔵は白ボタンのみ所有し、1675年。 開業当時のものから部分的に改築された遠方像、天方年間に建てられた天方蔵の二つになる。その他の蔵元のものは明治時代以降に建てられたものである。そして大正から昭和初期に建てられた赤レンガの煙突が2018年現在全部で12本ある。ほぼ角型煙突で円形はカメレー7号像煙突のみ最も高いのが 福美人三合造煙突の27メートル。西条の南の秋津町から竹原市にかけてレンガの産地であり、西条の煙突のレンガは秋津で作られたものが多い。煙突の下には酒米を蒸す大きな釜があった。ただし、レンガ煙突を現役で利用しているのは西条鶴のみになり、ほとんどの蔵元では広告等の役割だけを果たしている。また、 同時期に作られた白い鉄筋コンクリート煙突もあり、代表例としては、鴨の泉が所管する旧広島県西条製酒醸造市場のものになる。同時期に建てられた洋館も多く残り、現在でも事務所などに用いられている。これらのうち、旧県西条製酒醸造市場、現在の鴨の泉酒泉建、鴨鶴本社事務所、現存しない旧西条町役場の設計は、 地元建築家の豊田勤務これによるものと言われている。西条の洋館はこれら観光庁に習って建てて行ったとされ、他の設計にも豊田が大きく関わっている可能性が高いと指摘されている。明治、大正期当時の様子を最も残すのは西条鶴である。東端にあたる鴨の泉は、早くから建物の一般公開に踏み切った経緯もあるため、他の蔵元に比べて、 一般公開領域、種類ともに多い。その他の沿道にも古い町屋が残っている反面、最上駅前という立地から行政主導の区画整備事業、民間による宅地開発や駐車場化が進み景観の連続性が失われている。東側の酒蔵が集中する地区は町並み整備が先行しているのに対し西側は整備が遅れており、2003年駅前からの メインストリートブールバールが整備され、酒蔵通り一帯は完全に東西に二分された。かつて、カモノアキラがあったのもこの西側で2018年、現在山陽ずるのみになる。その西側は遅れていることを逆手に取り、昭和の雰囲気が残る風景を生かす方向で模索している。一方で、広島大学がここから南西方向にある関係から、 西条岡町の中央通りは南に向かって、歓楽街を形成している、注釈出典。ありがとうございます。